裁くルールなんかないのに、常識だ格式だはみ出せばタッチアウトだと感じがらめの毎日だから、お手本通り言う通りお利口なふりをして、空気読んで言葉飲んだ自分じゃない自分がうずき出してきたんなら、前へ前へ数センチメートルずつでいいから耐えて、前へついさっき派手に転んだばっかで笑われてるし、あっちこっち痛むけどそれくらいが上等だろう、また立ち上がろう、あの空より潰したまんま人生終わらせちまえるらしい、最後に心から泣いたのはいつ頃だったっけ、最後に君と心から笑い合えたのはいつ頃だったっけ、破れかけて元の形がわかんなくなるほどかけて擦れて、少し前の僕だったらここらで諦めてたな、適当にこれで十分だろう、自分らしいあと無様を晒しても間違えてばかりでも負けるわけにはいかない、勝ち続けなきゃいけない、やめちまえばいい、諦めろとささやく自分にその手をかざしても、なくても奇跡を待ちはしないよ、それは起こしに行くんだろう、流れ落ちた汗に日が差すその時、君が見た孤独や希望がその行き違うこの立ち上がろう。